おはようございます、大会翌日の朝になりました。今日の朝食は、大会準備の時に減量食でずっとお世話になっていたオートミールをわかめで少しかさ増しして、お茶漬けの素で味付けしたものと卵、減量食と一緒ですね。いろいろ食べたいものはあるんですけど、食事に対して、食事を食べること、そして食材に対して、これからもいろんなものを食べていくと思うんですけど、感謝の気持ちを忘れないために今日の朝は減量食にしました。でこちらはブラックコーヒー、これ大会前にいただいてたんですけど、これがパナマエスメラルダ農園の芸者という、なんか僕はあんまりわかんないですけど、有名なコーヒーをいただいてて、大会終わったらゆっくり飲もうと思って入れてきました。それではいただきます。めちゃめちゃ香りがいいコーヒーなんですね。うん、俺の知ってるコーヒーとはちょっと味が違う。うん、コクがある。うん、美味しいコーヒーだと思います。食べながらちょっといろいろ話していきたいなとは思うんですけど、大会の結果は出ました。一応順位は10位ということで、ジャッジが5人いて、誰が何位かっていうのをつけていっていただくんですけど、救いなのは一人のジャッジの方は7位とつけていてくれて、7位であればファーストコールにギリギリ入ってる順位なので、そこでもそのぐらいの順位だよっていうジャッジが一人いてくれたことが救いですし、この今着てるファーストクラス、いろんな意味でいろんなことをファーストクラスにしていこうという意味で私は着てるんですけど、ものすごく高い壁だと思っていたファーストコールの壁っていうのは、ジャッジによってはそのぐらいの位置にいるよってつけてくれたジャッジもいたっていうことが救いですし、そこのメンバーに入っていくためには正直もう何年もトレーニングとか体作りをしていくしかないと思います。実際やっていきます。でもこの食事もそうですけど、人との出会いであったり仕事であったり、いろんなことに対して自分の心の面ですねのファーストクラスっていうのは、いつでもどこでも今すぐにでもなれると思ってますんで、とりあえず私の場合は本当にもう感謝の気持ちを忘れないっていうことを再認識するために、本当にこのオートミールに対して感謝の気持ちを持って大会後今日の朝食べていきます。美味しいんですよね。すごく美味しいんです。だけど今は終わったっていう心のゆとりがあるから、こうしてゆっくり食べてられますけど、減量中はこれがずっと続いて空腹が
満たされることがないので、本当の意味で感謝をして食べれるのは今だと思いました。うん、めちゃめちゃ美味しいです。ただ大会のことになりますけど、もう明らかな差で誰がどう見ても上にはいけない、もうすごいメンバーが揃っていました。それだけ明らかな差で負けたんですけど、正直自分の弱点は少なからず改善してきたつもりでいますし、改善できたと、ある程度少しは改善できたと思っていますので、悔しいことは、うん、悔しいですね。弱いながらもそう思います。だからやっぱり続けていって、あのすごい人たちと競い合えるような体を手に入れます。あとはゆっくりブラックコーヒーを飲んでいこうと思います。ごちそうさまでした。では今後もよろしくお願いします。